皆さん、こんにちは。アキです。ダイエット失敗してました。つむじ風。すいませんでした。だいぶ前にダイエットする動画を出しまして、少しずつ徐々に体重落ちていたんですよ。最初が58キロぐらいで、 で、51キロ台ぐらいまで落ちてたんですけど、目標だったのが大体多分48とか、多分そんくらい目標にしてて、あともうちょっとって感じだったんですけど、言い訳させてもらうと、昨日動画の撮影って結構食べるのが多くてですね、痩せるぞブーストがこう上がっていってて、食べたい気持ちはやっぱ常にあるんで、食べるのが大好きや。動画だけにしようと思ってたんですけど、だんだんこう動画外でもちょっと食べるようになってしまってですね、お腹も前とあんま変わんない感じで 今の体重をもう一回再確認した方がいいなと思って、最近測れてなかったんですよね。めちゃくちゃ体重戻ってた。さすがにちょっとこのままじゃやばいんで、バシエに行ってきます。腰痛。はい、皆さん、こはい、ミタキーです。はい、めちゃくちゃ雨降ってますよ。ちょっと雨なんですけど、ちょっとバイク今 KTM の柏にちょっと預けてる兼ね合いもあるんで、 KTM 柏までちょっとそのまま走っていこうかなと思います。走っていって、バイクそのままね、乗って帰ろうかなと思います。服装をね、これだとちょっと散りにくいんで、散りやすい格好に着替えてこようと思います。私アスリートなんで、ちょっと着替える場所をちょっと探そうと思います。いつもね、 KTM 柏までタクシーで行ってるんですけど、今日はちょっと走って KTM 柏まで行ってバイクを取りに行こうと思います。ということで、はい、半袖、はい、ワーパンです。化粧パンです。はい、寒い。ちょっと無理。ちょっとやっぱごめんなさい、これちょっとカッパ着ます。ちょっと寒い。着替えました。いや寒い。今あれですよ、気温ね2度ぐらい。ちょっと寒いんだけど、この格好結構風強いんだよね。あーしんどい。もう持ちながらっていうのがまたさらにしんどい。今両手物持ちながら走ってますから、しんどい。このリュックね、バットマンのリュックごとかぶれるカッパなんですよ。リュック背負ってないように見えると思ってるんですけど、一応リュック背負ってます。車通りがめっちゃ多い。携帯を濡れないようにしないと。あれ動画なんでね、今日は何も食べてないんですよ。飲み物もちょっと飲んでないんで、コンビニあったら水分補給ねしようかなと思います。両手が触れないと難しいな、走るのって。なかなかもう走れない。よいしょよいしょ。あ、やばい、寒くてトイレ行きたくなってきた。やばい、漏れそうです。おにぃー、え、山岩の森、ご飯屋さん、ご飯屋さんみたいです。
行ってみたいな。ダイエット中だけど。目に当たった。あ、マジ漏れそう。あ、やっと着いた。はい、買ってきました。すごい乾いた、本当に。うん、水分使ったのよ。やっぱこれいいっすよ。ごちそうさまでした。あー、ごちそうさま。おいしい、ばっしり。頑張ります。さあ。なんか寒すぎてかわかんないけど、勝手にインスタ切れますよ。よし、行くぞ。ATM 近くの自分の見えてしか見えてきました。ああ疲れた。ああ死んだ。店長助けて。もうちょっと頑張ります。ちょっと回収しに行ったんですけど、ついでに走ってダイエットちょっと失敗しちゃったんで。ああ、なるほどね。走ってきたんだ。そうです、走ってみました。最寄り駅から来たんですけど、結構あるよ。結構走ることないんで、バイクでは走ってますけど。しんどかったです。いや、よかったです、無事に着きました。いや、なかなかでしたよ、ね、ヘルメットとかはこっち置かせてもらってますけど、これでも結構寒くて。いや、寒いよ。温まんないでしょ。温まんないです。温まんない。うん、まあ乗りたいかって言ったらちょっと、そうですね、こちらも、まあ、まあ、非常に表には出すけど、非常できない、ちょっと危ないし。ああ、まあ確かに。そう、走って帰れば。走って、そう、体験できるし、別な日に来る。ああ、なるほど、別の日に、うん、ああ別に乗ってないってもいいけど、あんまおすすめはしない。危ないっすね。はい、ああ、うわ、はい、ああ、まあまあ、あ、母母か、母母、わ、この子、ああ、あが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 、あ、疲れた、しっかり測ってみます。え、さっきどういうこと。ふざけんじゃねえよ。水しか飲んでねえだろ、飲み物。なんでだよ、全然。ファミチキか。あ、でも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 、ファミチキ食べてこれってことはカロリー消費できてるわ。皆さん、マジで何しに来たの。ないこれ。超えなくていいんで、うん、これで。何しに来たんですか、これ。いや。で、これどういう状況法やの。おまけ。おまけ。誰得これ。いきます。これで。ただこうやってるだけでよくわかんないと思うんですけど、うん、動画公開した後ね、飛ぶぞ、みたいな。いや、マジやばいっすか。バイクめっちゃ並んでるからすごい映えると思うんで。あ、ほんと？映える？手を若干こうなんか上げたりした方がよりいいです。あ、わかります。はい。いってらっしゃい。何これ。だから見てるとマジ何やってんだろうね。マジ何やってるか分かんないぐらいなんだけど。相当恥ずかしいやつだこれ。私あんな感じなんだ。
こんな感じ。あ、いいっすね。じゃあさ、はい、帰ってもらっていい？え？マジでじゃあ帰ります。はい、ちょっとカッパちゃんと下も着て、ね、はい、ちゃんと着てね、ちょっと風邪ひかない。はい、風邪ひかない、帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジ何しに来たの？本当だよ。